こんにちは、島田香織、香ちゃんです。この画像はアイルランドの首都ダブリンです。これはパブ料理です。ダブリンは本当にパブがたくさんありました。これはもちろんギネスのね、かっこいいドアいいですね。なんかこういうちょっとインダストリアルな感じの男っぽい街だったなという印象です。それでは今日は残り半分をやっていきます。スケッチブックなので、スケッチブックに私がスケッチブックってアイデア帳ということなので、思いついたものをどんどんスケッチブックに書いていくっていう感じの、そういうこれは絵です。この時はおじさん天使のお話を書こうと思っていた時なので、そのアイデアが詰まっているスケッチブックの1枚です。おじさん天使というのは私がエジンバラにいる時に、作ったお話なんですけれど、彼らは、ちょっと天国で悪いことをしてしまって神様をに怒られて、それで、宇宙のどこかでね、798年間尽くしてきなさいっていうことで天国を追い出されてしまった天使たちなんだけど、でそのおじさん天使の地球に降り立った一番初めのおじさん天使がこのドクターフラゴンとお酒の大好きな酔っ払い神社の2人だったんです。いつも神社とドクターフラゴンと一緒にいるのが、この小豚なんですけれど、彼は、とっても賢い小さな小豚で、2人はねピグレット、頼れるピグレットと呼んでるんだけど、彼と出会ったのは地球に来る前に、2人が地球に来る前に実はいろんな星に寄ってたんです。どこに行こうかなと思いながら、で人魚がたくさんいる星に行ったりで、あるところに行ったらそのピグレットがね、ちょっとこの怪獣、今描いている怖い怪獣に、追いかけられてたんです。でそれを救ったのがこの2人で、でそれ以来ピグレットは彼らと一緒に行動することにして、で一緒に地球に降り立ってきたという、そんな話なんです。でピグレットは本当にちっちゃいのに賢くて、いつもこの2人を助けてます。もう頼れるピグレット、絶対にピグレットがいなくてはこの2人は地球で生きていけないんです。このねおじさん天使たち、本当にそれぞれいいキャラクターで私は大好きなんです。自分で作っているんだけど、本当になんかね、もうすごいいい友達みたいな感じで、物語書いてる時もとても楽しいですね。本当にいつも思うんだけど、不思議で、なんでこんなの、こういうお話が出てくるのかな、どこから出てくるんだろうって、私の頭の中で生まれて、そして私の手を通して紙の上に出てくるんだけど、でも本当に不思議だなっていつも思います。こういうのだから、絵描いててこういう風に出てくるっていうことを考えると、これがなんていうのかな、神様からの啓示みたいな、チャネリングをしてるのかななんて思うことがあります。だからね、絵を描いてると本当にそう、チャネラーになれるかもしれないから、やってみてください。で今描いてるのはちょっとね、この天使、おじさん天使とは違うので、もう一つは別の本、やっぱり豆本なんだけど、タイトルがサマーホリデーっていうので、私がこれも全部私の話みたいな、サマーホリデーというので、エジンバラにいたある夏、私のところに本当にたくさん友達が遊びに来てくれて、で
こんなことがあったな、あんなことがあったなっていう思い出を書いたもので、これはね、友達とエジンバラのレストラン、バー、食べ歩き飲み歩きしてたひとときのことを書いてるんだけど、すごい楽しい思い出。これもエジンバラの3年間は本当に、バランスのいい時だったなと思って、私にとって、よく仕事もしたし、社交性もあったし、本当にいろんな友達ができたしね、他からいろんな友達が遊びに来てくれたし、そういう時にそういう彼らと一緒にそう遊んだしね、たくさんで、スタジオが持てて、本当にたくさんの作品も作ることができたし、で、このおじさん天使たちも生まれたし、それぞれその時でいろいろ私は結構変わるかな。エジンバラは本当にそういう意味ではとてもバランスのいい時代だった。今はまあコロナもあるしね、本当に引きこもって作品を書くっていう、そういう時なのかなと思って、でも私はそれも大好きなので、ストレスなく本当楽しく毎日引きこもってやってます、ね、家に引きこもって何かすることがあるっていうのもとても幸せなことで、義理でね、仕方がないから会わなきゃとかっていう、そういうお付き合いもないし、だから本当に今はほとんど私がやりたいことだけやってる毎日かな。だから本当にすごい楽しく暮らしています。で、この3人はそう、天使の人魚だ、あ、人魚じゃない、この3人は女の子の天使です。さて、これで絵を描き終えたので、今度はこれをプロクリエイトで加工します。で、その前にマジックイレーサーでバックグラウンドを透明にします。マジックイレーサーに選んだ画像を挿入したら、右上にある完了をタップします。画面が変わったら、下の左にある星付きの鉛筆を選びます。そしてそれで透明にしたいところをタップします。鉛筆が太すぎると消したくないところまで透明にしてしまうので、その時は鉛筆を細くします。下のバーを右に動かすと細くなります。大体のところが消えたら、プロクリエイトでやった方が簡単なので、そちらに画像を移します。右上にある共有アイコンをタップすると、写真の保存形式というところに移ります。その後画質の選択をして、写真が保存されます。これが終わったらプロクリエイトに移ります。右上のプラスのマークをタップして、そして
新規キャンバスからキャンバスの大きさを選びます。私は YouTube なのでスクリーンサイズを選びました。キャンバスを選ぶとこのような画面に来ます。そして、ギャラリーの右にあるハマーのアイコンをタップして写真を挿入するという作業を始めます。左上の矢印のアイコンから鉛筆の方のアイコンをにタップして変えます。そしてスクリーンを小さくします。この方がやりやすいので小さくします。そしてスクリーンに画像を合わせます。画像がキャンバスからはみ出したり合わなかったりした時、均一ではなくてワープやフリーフォームを使ってちょっと無理して合わせてしまいます。スクリーンサイズを選ぶとキャンバスが横長なので、横長の絵を描いていない場合はどうしても少し横に長くするような形になって原画とちょっとキャラクターが、変わってしまいます。でも、まあ、それほど変わんないしと思って私は、ちょっと横に長く、まあ、ちょっと太り気味になってしまうんだけど、キャラクターには許してもらいます。これでうまくサイズがぴったり合ったので、これからバッグを透明にしていきます。まず右から2番目のレイヤーのアイコンをタップするとレイヤーが出てきます。一番下に背景色というのがあるので、それを、今は白なのでスポイト機能を使って赤くします。その理由は赤にするので透明になっていなかった部分が浮き出てくるからです。もちろん赤じゃなくても大丈夫です。白以外、まあ、明るい方が目立ちやすいので私は赤にしただけですけれど、何でも大丈夫です。そしてこれを真っ赤にすれば透明度 100% ということになるので、これを赤くさせるということを今しています。ここで全部バッグが透明になったのでこれを白に戻します。そしてそこにスポイト機能を使って、バッグの色を変えます。バッグの色を青にしようかと思ったんだけど、やっぱり黒の方がいいかなと思って黒にしました。ここから最後の一歩です。まず最後に魔法の粉を振りまくために筆のブラシのライブラリーに行きます。そして軌道から、微光を使って星をかけます。そしてその後にフレアを使ってピカッとさせようと思います。はい、ピカッとできました。これで完成なのでこれから画像を写真に保存させます。ハンマーのアイコンをタップするとアクションに行きます。そして JPEG を選んで写真に保存します。はい、やっとできました。うまく説明ができてなくてごめんなさい。ゆっくり画面を動かしてちゃんと説明できるような動画を作ろうと思っていますので、どうか待っていてください。今日も長い間見てくれて本当にどうもありがとう。ではまた明日。じゃあね、バイバイ。チャンネル登録お願いします。